さみさん、間隔いってみたいと思います。今日の調布の全体像はこちら。で、さすがにちょっとこれ全部やってるとですね、皆さん視聴いただけないので、空欄1問題は8問中7問。で、下線部説明は5問中4問。合計11問いってみたいと思います。では一緒に頑張りましょう。さみさん、まずは第一段落でございます。で、まず空欄1番これですからね。で、選択肢は下でございます。で、この空欄1番に適切なもの、選択肢4つの中から1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。 では一読していただいた後検討をお願いしますさあこれは空襲の右側「at all」これが最大のヒントですよねそうです「at all」があるということは皆さん否定語が必要我々がよく見かけているのは「not」「not at all」で選択肢の中に皆さん「not」はないんですが皆さん否定語はありますよねそうです「なんですよね」ですからこれも一発で選択肢の B が正解ということでよろしいかと思います それじゃで今度は下線部 A。これと言い換え可能な選択肢。この下の4つの中から1つ、適切なものを選んでいただけるとよろしいかと思います。それですこれは単語の問題でいけそうですよね。ベ u ーですから評価する、重んじるという意味ですね。ですから選択肢の A は見せまずお金がで選択肢 B スト飛ばス選択肢の C は relationship、関係性。これがちょっと違いますよね。 で、選択肢の D は、まず、章が具体的には書いておりません。となってくると選択肢の B。めちゃめちゃ尊敬されてるんですね。ですから、下線部あの value。評価すると、言い換え可能。で、もちろん、下線部あの long は for a long time。言い換え可能でございますので、正解は B ということで、よろしいかと思います。さあ、では、ついての段落でございます。まずは、空所2番。選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。 それがこれ空襲の右側、前編ということで SV 続いております。ですから接続詞を入れるべきですので、まずは A、前置詞法が×。あと皆さん BCD はこれ皆さん全部接続詞ですので、今のところ OK。で、これ以上文法的には削図入れないので意味ですね。で、空襲2番の左側でございますが、人々は素晴らしい先生になり得ない。まあ、なれなさそうという否定的な内容ですよね。 そうますとこれ、空書2番の右側を含めて、皆さん、否定表現。つまり、否定的な内容を入れると、うまいこと繋がりますよね。そうです。選択肢の D の unless。で、もし彼らが教えるものを持っていなければ、まあ、確かに素晴らしい先生にはなれなさそうですね。ですから、意味内容上、文法上、バッチリ。正解は D ということで、よろしいかと思います。<music> さあ、皆さん、いて空書3番でございます。選択肢、こちらから検討をお願いします。 まず空襲の右側でございますが to 不定詞とつながりそうな選択肢見つかってますよねもちろんそのつながりが取れない選択肢の A と D は×で B のフィッチ h to 不定詞で C の how to 不定詞これは文法上バッチリですよねで選択肢の B フィッチ h さそれを選ぶとどっちの点々点どちらの点々点という話で見せん2社卓一それを示す表現が空襲3番の左側にあるはずなんですがもうパッと見ないですよね 一方選択肢は C であればどのように簡素化しそして明確化するのかそれを彼らは知っておりますですから意味内容上文法上バッチリよって正解は C ということでよろしいかと思いますさあさん続いての段落でございますまずはこちら空欄4番選択肢これでございますので検討をお願いしますさあさんこれ空襲の右側アンレスですよね そうです。先ほどと同じような思考プロセスでいけるはずでございます。で、unless it produces 点点点 influence。もし影響を生み出すことがなければ、そうです。生み出さなければというマイナスの内容ですよね。で、そういうマイナスの内容が空欄4番にも影響を及ぼしているはずでございます。で、それでいくと選択肢の A と B が×。で、一方 C と D であればほとんどうにゃうにゃない否定表現ですよね。で、アトさんどっちにしますかということですが、みそこれ空肢の右側。右に行く単数形。 もうそれが最大のヒントですよね。ですから、単数扱いでほとんどうにゃいにゃない。そうです。意味な友情、文法上バッチリなので、正解は C ということでよろしいかと思います。それでは続いて、下線部位、e。選択肢こちらでございますので、適切なものを一つ選んでいただけるとよろしいかと思います。そうです。これはもう単語の意味で一発ですよね。そうです。情報を移すとか伝える。で、それでいくと選択肢の A は購入する。 で、B は否定する。で、C をとはして、D は切る。となってくると選択肢は C。で、皆さんパスなんですから、皆さん情報を伝える。相手に送るんでしょうね。意味用事情バッチリでございますので、正解は C ということでよろしいかと思います。さあ皆さん次の段落でございます。まずは空欄5番。選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。さあ皆さんこれは空所の左側、just as。皆さんこれとセットでいけそうですよね。 そうです。選択肢の B。あずあずですよね。ですから、これも文法的には一発。正解は B ということでよろしいかと思います。さみさん、セついでか、線部、選択肢こちらから検討をお願いします。さみさん、セか、線部、真ん中、uninspire。鼓舞するが否定されてますよね。ですから、マイナスの選択肢が皆さんあるはずでございます。で、そうすると選択肢の B と C。興味はどちらかというと、プラスですよね。 ですから正解は A か D か。だと皆さん下線部の右側。反応とか解答。で、反応とか解答と言われた皆さんこれどっちか決まりますよね。そうです。選択肢の A。Answers。さすがにそれを皆さん言い換えられそうですが、選択肢の D。まあ、こっちは問題って書いてますからね。ですから正解は A ということでよろしいかと思います。さあ皆さんついての段落でございます。まずは下線部 A。で、選択肢こっちですからね。 移植していただいた後検討をお願いしますさあ皆さんこれは戦闘エンカウンターでくわす遭遇するという意味皆さんこれでいけそうですよねで選択肢の A はモチベーション選択肢の B は認めることで選択肢の C は生徒が中心となる環境となってくると皆さんでくわす遭遇するという選択肢は皆さん D ですよねミートと言い換え可能でございますので正解は D ということでよろしいかと思います さあ、続いて空襲6番でございます。選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。さあ、皆さん、これは空襲の右側、リチャーということで、非核球が書かれてますよね。で、非核球の左側が空襲になっているということは、そうだ、非角球の強調表現を探せば OK ですね。そうすると、正解は一発。水位が正解ということで、よろしいかと思います。さあ、続いて第6段落の空欄7番。 選択肢こちらから検討をお願いします。さあさこれ空所の左側。さあコースにタイ、結びついている。で、それはいいんですが、ナロリーという単語を使ってますよね。そうです。狭いとか限定している様子。つまりマイナスの内容を皆さんアボイ d 避けようとしてますよね。ですからマイナスを避ければプラスに変わる。皆さん選択肢眺めていただいているかと思いますが、皆さんプラスの選択肢ありますよね。そうです。選択肢の A。 フェイバーですから、好む。微さ人、B とか C とかはマイナスっぽいですよねで。選択肢の D は特にプラスもなければマイナスもなし。ですから正解は A ということでよろしいかと思います。